I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.
Thank you.
行くぞみんな。行け。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私
どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて、何のつもり？どんな匂いか確かめてみた？へえ、で、どんな匂いだったわけ？そっか、もう、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。うわぁ！何するんだ！やめてよ。今の声、聞いた？今度は本当に聞こえたよね。あの声は、きっと。無理しちゃダメだよ。どうしようと俺らも勝手ですよね。俺なんか間違ってますよね。文句あるんすか？文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキヤかっこいい。はあ、面白い。文句があるならどうするんだ？ん？ちょっと…あんたに何ができるんすか？俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても、体は正直ってな。ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。そうでしょ？なになに？あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない。私に呼ぶ？よくぞ言った。それでこそ我が弟子。モキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ、笑えばいいんすか？つうか、むずいっす。どうぞ。あんた、喧嘩売ってんのか？
何もないぞ、我が弟子よ。って、やってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん？この声は、地味犬さん。え、地味犬ってあの地味犬？地味犬、略して地味。イエース I am 地味犬。イエース。おい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 、お前らいけてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんないけてない感じになる？ Tell me please as soon as。 すみません、地味犬さん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳、全然ロックじゃないね。ロケンロールにはほど遠いね。今のユーたちを例えるならそうだな、リバースシングル、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちをゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし、悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、地味犬がなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターであるフール。俺様のワンモーフェイスってことザ・フール。表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って、どう？ロックっす。悪魔的にロッキーラーです。ですよね。てか、あんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？ちょうけるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ。ひょっとしてあんたらあれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ、愛で地球を救っちゃいたい感じ。未だにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる？このフィーリング。もうやめて、私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか、やだ、死にたくなってきたんですけど。はぁ、ユウ喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないと、ロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。ま、マジロックすぎるっす、地味犬さん。やっちまってくださいよ、地味犬さん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃった？とりあえず応援しよう。ごめん、アグモン、カボモア、このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないよ。キャラー、続きやれ。
くれてよかった。あーはー、使えねえなこの弟子も。しょぼすぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言ったけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。おやおやおや、こんなところでお会いするの、チームザクソンのリーダーユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律？主に俺様が。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソンの規律を乱すか。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとかもう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんよ。全部冗談。冗談だって。本気と書いてマジになるなって。ほんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギフらなきゃなんで。バイバイ。ところで、アンさんだ。いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんどす？はい？どこのチームのもんか分かれしまへんけど、見逃したりまっさかい。はよ、いんどいかんのまし。はぁ？おっと、そこなデジモンは、バッチ。ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはります。これはなんとも。よろしよ、体が熱になります。アンジュンを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ。帰ろう。やむいけずやわ。せっかくいい気分でしたのに。アンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。それまでわっちのこと忘れたら飽きまへんで。そのぶっさいくな顔忘れまへんえ。ほな、さいなら。何よあいつ。助けてくれてありがとう。
私は何もしてなかったりして、俺ならこの子にありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。俺たちももう一度会いたいなって思って、そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが人間に作られた？え？どうしたの？私デジモンに受けるようなギャグ言った？言ったよ。ね。ああ、言った言った。人間が僕たちを作った。え？違うの？ノギア、やめてよ。さあ、僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん、ちゃんと生きてるって気がする。私たちと同じに。うん。あのね、ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んで、さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれない。どう？分かった？なるほど。嘘、よすか。とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけ。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界に来た。この世界でやるべきことがある。やるべきこと？それって何？それは、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来た？アグモン、カブモン、大丈夫、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、絶対に思い出せる。っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア、ありがとう。モキア、僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？
私あたってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか、まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。あ、向きや僕よくわからないけど、とにかく俺も頑張る。だから向きや、どうやら依頼は無事完了したようだな。と、本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらい、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。警察が本格的に動き出す前にな。頼む。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど、君も頑張ってね。私も頑張るからさ。